ただいま。おかえりなさい。戦争が始まりそうなんだよ。あなたの年じゃもう招集されないわよ。今すぐ核シェルターを作り始めた方がいいな。我が国に向けて敵のミサイルが発射されました。初めて日本で公開された1987年からすでに21年。当時の子供たちも親の世代となった今、私たちを取り巻く環境は果たして良くなったのでしょうか。風が吹く時、